これが浦安の方で液状化で浮上したマンホール、ね、まだこれは1メーターぐらいですけど、はい、実際は1メーター50ぐらい、なんかものすごく上がっちゃったところもありましたよね、はい、背丈以上上がったところもございます。1箇所だけではありませんので、路線あの地域全部そうですね。でこれは全く浦安のところはこのマンホールの浮上をはじめ、はい、マンホールの関東マンホールの継ぎ手、はい、まあ、そういったところの耐震化については、はい、実施をしてなかったというふうに聞いております。あ、対策ができてなかった、対策はやってなかったというふうに、はい、聞いております。そうなんですか、はい、で私どもの方ではこれは新潟の中越地震、はいはいはい、それから阪神淡路のああいった地震の後、はい、その対策のためにこの3候補開発したんですけども、うん、阪神の時のポートアイランドってすごかったですね、はい、あれも液状化です、液状化ですよね、はい、うん、はい、これはこのマンホールを浮上させないようにする、はい、対策のマンホールで、名前の通り浮上を抑える、あ、フロートレス、はい、はい、対策です。それで液状化の時に浮上するのは、うん、はい、ここで過剰間隙水圧という水圧が一気に上がりまして、はい、何も対策を取ってないと、はい、弱いマンホール下から持ち上げられてしまうということで、ええ、この圧力をマンホールの中に逃がす、あ、そういうことか、そういうことでこの弁を、なるほど、ね、弁をつけます。で中に水分を入れちゃいいんだ、はい、で消散させるということで、名前も消散弁という名前に、はい、しております。それで工事はですね、全部この60センチのマンホールの穴から人も機械もみんな入りまして、地上は一切掘りません。開削をしないで中で工事をやります。はい、それでこの機械でこれを押しながら、はい、まあ、途中まで機械で掘って、最後はこのところでコンクリートを抜いて、でもしそれをやらないで全部穴を開けてしまうと、地下水が高いところなんかについてはもう工事中に水をマンホールに入れて地盤沈下を起こさせてしまうということで、そうさせないためにこれを金具をつけてセットをしております。ああ、そうなんだ、はい、ある程度の水分があるっていうのを前提に土ってあるんだね、っていうか、まあ、そういうことなんだね、そういう場所にこの工法というか対策は取るという取るということなんだ、はい、ああそういうことか、ええということですので、それで実際水圧がかかると、はい、この爪が、はいはい、折れます、はい、そうするとこの全部一斉に折れるんではなくて、一箇所だけ折れても、はい、水はここからも出ますので、はいはい、それによって浮上を抑えるということで、浦安から4、5キロぐらいの新木場、はい、付近で、はい、液状化が発生をいたしまして、はい、そこにこれをの対策のマンホールが相当数ありましたが、はい、調査をした結果、この爪が外れて、うん、水がマンホールの中に取り入れたところがたくさんありました。でそこを含めまして、はい、一箇所のマンホールも浮上しているところはありませんでした。あ、効果があったと、はい、ありますけど、はい、どうぞ。全国の下水管っていうのの耐久性っていうのはあるわけですよね、はい、まあ、一応50年というふうに言われてますけど、うん、それは上手に上手に使って70年でも使っているところもありますし、はい、最近では、はい、そうやって50年の耐用年数過ぎたところ、まあ腐食の激しいところ、はい、そこについてはまたさらに道路掘らないで、うん、内面被覆、中の被覆をして、ね、うん、耐久性を持たせるというようなことで、さまざま対策は取られています。いろいろ工夫してると、はい、だけど何もしなかったらもうボロボロになっていくわけですよね。そうですね、ですよね、はい、そこに流れる水質の問題もありますね。工場付近だったり、ね、全くの住宅だけでしたら、うん、それほど管の腐食も少ないと思うんですけど、うん、やっぱり工場付近や、まあ、そういうところはやはり比較的腐食は激しいと思いますね。分かりました。そうすると全国でまだそういうことができてないところっていうのもたくさん残っちゃうんじゃないですか。そうでもない、まあ
下水管の普及が遅くなればなるほどですね、はい、そういう対策は取られて、うん、新しい管入れられていると思います。ああそうかそうか、はい、例えばこういった浮上も、うん、掘って下水管を入れて、はい、埋めるものをですね、はい、液状化の起きない材料で埋め戻しすれば、はい、うん、ある程度の浮上は抑えられますんで。なるほどね。今回宮城県の栗原市というところは、はい、うん、前回の青森宮城の大きな地震がございましてですね、あの時に、軒並みこういうことがあったんですが、はい、その後対策を取って、で今回の東日本大震災ではマンホールや環境の被害がほとんどなかったと、そういう報告が報道されてます。なるほど、ただこう高度成長でみんなが伸びてる時にはどん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 できたけど、はい、でもこうだんだん住む人も少なくなって、ね、まあ、コンパクトシティとかって言われてくると、はい、広がってしまった市街地って大変ですよね。そうですね、やはりどんどん水栓化なりを普及していくのをまず優先に考えて、どんどん進めていったりしますので、うん、そうですよね、だからこうもう車社会だって広がっちゃいましたもんね、街がね、はい、これからそれをどうこうコンパクトに維持しやすい街にしていくか、はい、そういう時代に入りましたよね。